でした。福田健介の右足からニアにヘディングシュート、先制点栃木、藤原幸太郎です。移籍初ゴール、ダイビングヘッドでした。前半の3分、ちょっとあの千葉戦の時もそうなんですけど、京都のセットプレーの守備が何かこう問題があるんじゃないかと言おうとした矢先だったんですが、まあこれはもう狙い通りでしょうね。おそらくニアのところに対してボールを入れて、まあフリックスらしたところに対して1個遅れて入ってきてゴールを仕留める。本当にボールもまあ入ってくるタイミングも全て完璧でしたね。はい、岩間がこれ競っていった、大黒が最後はスラして、そうですね、スラして藤原ですね。はい、